田中和元は、東北楽天ゴールデンイーグルスに、所属する福岡県福岡市出身のプロ野球選手。宇藤良だ。愛称は、カー君。福岡市立高取小学校3年時に、現少年野球部で野球をスタート。福岡市立高取中学校への入学当初は、公式野球の福岡ウィングスに所属していたが、1年の夏から、校内の軟式野球部へ転じた。 西南学院高校への進学後は、両内の保守として、対外試合で通算18本の本塁打を放った。在学中の甲子園大会への出場はなかった。立教大学への進学後は、公式野球部での生活を四軍扱いの D 班からスタートし、東京六大学野球リーグ戦へのベンチ入り可能な A 班へ昇格したのは、2年時の夏になってからだった。 二年の周期リーグ戦では左翼手のレギュラーの座を確保し打撃面でも左打ちに専念すると打率302日本塁打を記録した。三年時には春季リーグ戦こそ打率214ーアーチと振るわなかったが周期リーグ戦では規定打席不足ながら打率353を記録。さらに対明治大学戦でリュウユウヤと 上原健太から2試合連続本塁打を放つなど、谷田茂子、横を旬立てに次ぐ4本の本塁打を記録した。4年時の春季リーグから両内に戻すと、1シーズンに両打席で本塁打をマークし、盗塁はトップタイの7個を記録。7月には第28回ハーレムベースボールウィークの代表に選出された。秋季リーグ戦でも単独トップの5個の盗塁を記録した。 在学中にはリーグ戦で通算59試合に出場。打率279本塁打、28打点、16盗塁という成績を残した。野球部の一学年先輩に大城浩二、同期に田村一郎や沢田圭介がいる。2016年の NPB ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスから3巡目で指名。 契約金6000万円、年俸戦2 0 0万円という条件で入団した。担当スカウトは、沖原義則で、背番号は25。2017年、開幕一軍入りを逃したものの、5月17日の、対北海道日本ハムファイターズ戦9回表の、守備で、中堅守として一軍公式戦にデビュー。五月十九日の対千葉ロッテマリーンズ戦では、 チームの1点ビハインドで迎えた9回表1死から、ダイソーに起用されると、自打者、岡島剛代郎への初級に2塁への盗塁に成功。枠井秀明の冒頭で3塁へ進むと、自打者の藤田和也の1塁ゴロの間に、本塁へ生還して公式戦初得点を記録した。5月20日の同カードで、9番、右翼手として、初めてすタために起用されると、延長10回表に、 有吉祐樹から公式戦初安打を2塁打で記録。延長12回表に迎えた次の打席では、問い声なりから、右打席で決勝のソロ本塁打を放った。7月13日のフレッシュオールスターゲーム2017では、イースタンリーグ選抜チームの3番、中堅守として、フル出場を果たした。一軍公式戦全体では、ダイソーや、 外野の守備固めを中心に51試合へ出場。打率は111にとどまったものの、主にダイソーで投塁を重ね、チームトップ隊の7投塁を記録した。2位軍公式戦では42試合の出場で打率295、6本塁打14投塁、オプス858をマーク。チームのレギュラーシーズン3位で迎えたポストシーズンでは、 クライマックスシリーズで埼玉西武ライオンズとのファーストステージ及び福岡ソフトバンクホークスとのファイナルステージへ2試合ずつ出場。ファーストステージでは2塁打、ファイナルステージでは得点を記録した。シーズン終了後に台湾で開催の2017アジアウィンターベースボールリーグにも NPBE スタン選抜の一員として派遣されている。2018年 公式戦の開幕を一軍で迎えたが、開幕直後の4月5日に出場選手登録を抹消された。その後もイースタンリーグ公式戦での打率が1割台の前半にまで低迷していたため、二軍監督の池山龍艦の勧めでノーステップ打法を導入し、5月23日から1軍へ復帰すると中堅士としてスタメンに定着。 復帰から1ヶ月足らずの間に2試合連続を含む、チームトップの4本塁打や8盗塁を記録したほか、セパ交流戦直前の対ソフトバンク戦から、交流戦期間中の対広島東洋カープ戦まで11試合連続で、アンダを放った。8月1日の対オリックスバファローズ戦では、3回表の第1打席で、アンドリュー・アルバースから、右打席で、シーズン15本塁打。 8回表の第4打席で近藤大脇から左打席で11号本塁打を記録。NPB の1軍公式戦では2010年の赤田、正午、チームでは2009年のフェルナンドセギノール以来の1試合、両打席本塁打を達成した。9月17日の対ロッテ戦では高野圭介から左打席で、 シーズン18号本塁打を放ったことによって、球団のハエノキ選手によるシーズン最多本塁打記録を更新。一軍公式戦、通算105試合の出場で、パリーグの規定打席へ初めて到達し、打率265、18本塁打、45打点、21、盗塁という成績を残した。また、パシフィックリーグ新人王の資格を有していたことから、 新人王選考の記者投票で112票を獲得し、チームでは2013年のの本隆博高弘以来3人目、野手としてはチーム史上初の新人王に選ばれた。シーズン終了後の日米野球では、プロ入り後初めて日本代表のメンバーとして参加。全6試合中3試合でスタメンに起用され、盗塁と得点を記録した。2019年、 日本代表の強化試合に向けた代表のメンバーに選ばれていたが強化試合の直前にチームの台湾遠征中3月1日の新前試合6回裏の守備で打球を追った際にファウルグラウンドで転倒そのまま起き上がれずに担架で病院へ搬送されると右足首の捻挫が判明したため日本代表の事態を余儀なくされたオープン戦の終盤に実戦へ復帰し 一軍公式戦の開幕からスタメンに名を連ねげたが、開幕後に左手の三角骨を骨折。その影響で打撃が振るわず、4月下旬からのスタメン落ちを経て、5月13日に出場選手登録を抹消された。6月下旬に実戦へ復帰したが、骨折の影響が右打席での打撃に残ることから、事実上左打席に専念した。レギュラーシーズン全体では、 一軍公式戦59試合の出場で打率188、1 18本塁打、9打点に終わった。シーズン終了後の11月22日には推定年俸3200万円という条件で契約を公開し、高校時代の同級生とシーズン中に結婚したことを発表した。2020年シーズン途中である9月にトレードで田中たかなりが入団した。 関係上、報道上の表記及びスコアボード上の表記が田中はに変更された。立教大学の2年時に D 班から A 班へ抜擢されたのはフリーバッティングで3打席連続本塁打を放ったことがきっかけとされ、楽天への入団当初もスカウトよりびっくりするほどのパワーを持っていると評価された。大学時代には手動計測ながら50メートル走で5秒89。 遠投で120メートルを記録している。松坂大輔が剣道を通じて肩を強くしたエピソードに習って、小学生時代には6年間にわたって剣道の道場に通っていた。元来は右利きだが、前述したほどの俊足を生かすために、小学生時代から左打ちに挑戦。楽天への入団後は、左打席で柳田祐希。 右打席で浅村坂へとのバッティングを参考にしながらも右打席でのバッティングを課題に挙げている。2018年シーズン途中からはノーステップ打法を取り入れている。打席でのタイミングが取りやすいことや目線がぶれないこと、バットが一番強く触れるポイントでボールに当たることを発見したという。右打席のみノーステップ打法をやめることを試した時期もあったが、 2020年8月5日で、たったシーズン初打席においては、左打席と同じノーステップ打法であり、2打席目には2塁打を記録した。学生時代には、学業でも優秀な成績を収めていた。中学生時代に福岡ウィングスを短期間で対談したのは、練習場が自宅から遠くて、勉強に専念できないとの理由による。福岡県内有数の進学校である。 西南学院高校時代には2年次まで理系コースに席を置いていたが指定校推薦による立教大学への進学を見越して3年次に文系コースへ転席3年次の表情平均は5点満点で4.1と高かった田中によれば進学先を立教大学に絞ったのは指定校推薦や一般入試で入学した選手でもベンチに入ったり リーグ戦へ出場したりしていて、高校時代までクリーンアップの座が約束されていた自分にも、レギュラー争いのチャンスがあると思ったからという。立教大学、D 班時代の練習では、現、日本放送アナウンサーの大泉健とのサポートを受けており、プロ入り後には取材を機に再会を果たした。ありがとうございます。